30もの武器に対してこれほど大掛かりな感染支配術を使うなど術の断りに反しています。これこそ私の求めた力、永遠に戦い続ける純粋なる攻撃力。名前はそうね、ソードゴーレムとでもしておきましょうか。剣の自動人形。さあ戦いなさいゴーレム、お前の敵を滅ぼすために。大丈夫だ、俺たち3人なら勝てるはずだ。ああ行くよみんな。これはその探検を使うのよ。誰ですか。あなたたちの味方よ。早く探検を床の昇降板に差しなさい。ですが、このままでは二人が。時間は私が稼ぐから、急いで。最後に一緒に戦えてうれしい。
かも。頑固者、任を解き、労をねぎらい、お前の好きな本棚の片隅で望むように生きよと言うたじゃろうに。キリト、この方は一体？名前はカーディナル。200年前にアドミンストレーターと戦い、俺と勇士を助けてここまで導いてくれた人だ。この世界のことを心から愛し、また憂いている。カーディナル、あれがシャーロットの真の姿だったのか。彼女は俺たちを救ってくれた。俺たちのために自分を犠牲にしたんだ。なぜ、なんでそんなことが。カノコはもう50年も生きておった。その間ずっとわしと語らい、多くの人間たちを見守ってきたのじゃ。お主に張り付いてからでも早2年。それほどの時を共に過ごせば、たとえフラクトライトを持たずとも、たとえその知性の本質が入力と出力データの蓄積に過ぎなくとも、そこに真実の心が宿ることだってあるのじゃ。そう、時として愛すらも、貴様には永遠に理解できぬことであろうがな。アドミニストレーター、虚ろなるものよ。来ると思ったわ。その坊やたちをいじめていれば、いつかはカビ臭い穴蔵から出てくると思ってた。それがお前の限界ね、おちびさん。私に対抗するための手駒を仕立てておきながら、それを駒として使い捨てることもできないなんて、まったくどしがたいわね、人間というものは。ふん、しばらく見ぬうちに、貴様こそ随分と人間の真似が上手くなったものじゃな。200年の間ずっと鏡を相手に笑う練習でもしておったのか。あら、そういうおちびさんこそ、そのおかしな喋り方は何のつもりなのかしら。200年前、私の前に連れてこられた時は心細そうに震えていたのに。ねえ、リセリスちゃん。貴様、この場所のアドレスを切り離したな。200年前、あと一息で殺せるというところでお前を取り逃がしたのは確かに私の失点だったわ。あのカビ臭い穴蔵を非連続アドレスに設置したのは私自身だものね。だからね、私はその失敗から学ぶことにしたの。いつかお前を誘い出せたら、今度はこっち側に閉じ込めてあげようって。ネズミを狩る猫のいる檻にね。つまりでは、どちらの陣営が猫で、どちらがネズミなのかは確定しておらぬと思うが、何せ我々は4人、そして貴様は1人。この若者たちを侮っておるのなら、それは大いなる過ちじゃぞ。4人対1人？いいえ、その計算はちょっとだけ間違ってるわね。正しくは4人対300人なのよ。私を加えなくてもね。何？4人対300人？貴様、貴様、なんという非道な真似を。貴様は統治者じゃろうが、その剣人形に変えた者たちは本来貴様が守るべき民ではないのか。民？民って人間？人だというのですか、あの怪物が。ご名答、やっと気づいてくれたのね。私は支配者よ。私の意志のままに支配されるべきものが下界に存在していればそれでいいの。たとえその形が人だろうと剣だろうと、それは大した問題じゃないわ。貴様。あら、揃って黙り込んじゃってどうしたの。大体これはあくまでプロトタイプなのよね。やったらしい負荷実験に対抗するための完成形を量産するには、ざっと
半分くらいは必要かなって感じだわ。半分とは？半分は半分よ。人界に存在する約8万のヒューマンユニットの半分、4万ユニット、それだけあれば足りるんじゃないかしら。ダークテリトリーの進行を退けて向こう側に攻め込むのにね。どう？これで満足したかしら、アリスちゃん。あなたの大事な人界はちゃんと守られるわよ。最高司祭様、もはやあなたに人の言葉は届かない。故に神聖術師として尋ねます。その人形を作っている30本の剣、その所有者は一体どこにいるのです？ソードゴーレムを構成する一本一本の剣が記憶解放によって動いているのであれば、剣とその主の間に強固な絆が必要となる。私とこの金木星の剣、他の騎士たちとその神器、あるいはキリト、ユージオと彼らの剣のように、主は剣を愛し、また愛されなくてはならないはずです。答えは坊やたちの目の前にあるわ。ユージオにはもう分かってるはずよ。そうか、そうだったのか。ユージオ、何に気づいたんだ？キリト、あの天井にはめ込まれている水晶、あれはただの飾りじゃないんだ。あれはきっと聖護騎士たちから奪われた記憶のかけらなんだ。それなら、あの中には6年前のシンセサイズによって奪われた騎士アリスの記憶も含まれているはずだ。もしそうなら、2年前ルーリットの北の洞窟でユージオの傷を治療する中で聞いた声の主はアリスの記憶のかけらなのかもしれない。それはつまり、騎士から奪われた記憶、それ自体も独立した思考力を持っているということにならないか。おのれクイネラ、貴様はどこまで人をもてあそぶつもりなのじゃ。あら、さすがと言ってあげるべきかしらね。おちびさん、聞かせてくれるかしら、あなたの回答を。フラクトライトの共通パターン、そういうことじゃろ。シンセサイズの秘技で抜き取った記憶ピースを新たなライトキューブにロードした精神原型に挿入すれば、それを疑似的な人間ユニットとして扱うことは可能じゃ。しかしその知性は極めて限定され、ほとんど本能的衝動しか持たぬ存在となるじゃろうから、とても武装完全支配術などという高度なコマンドを行使することはできん。つまり天井で輝く水晶は最愛の誰かの記憶を与えられた赤ん坊ということなのか。じゃが、その制限にも抜け道はある。それはつまり、フラクトライト原型に挿入した記憶ピースとリンクする武器の構成情報が限りなく共通するパターンを持っている場合じゃ。具体的には、聖護騎士たちから奪った記憶に刻まれた最愛の人間自身をリソースとして剣を作った、そういうことじゃな。アドミニストレーターよ。剣の所有者は愛する誰かの記憶、そして剣はその愛する誰か、例えばエルドリアの母親やディソルバートの妻、そして彼女たちの近しい親族を素材にしているのか。つまり31人の聖護騎士の記憶のかけらの持つ思いが、彼らの愛した300人の人間でできたソードゴーレムを動かしているのか。けど、赤ん坊レベルの思考力しか持たないはずの記憶のかけらたちは、一体いかなる衝動、いかなる感情によって巨大なソードゴーレムを動かしているのか。欲望よ。触りたい、抱きしめたい、自分のものにしたい、そういう醜い欲望がこの剣人形を動かしているの。天井に固定された騎士たちの記憶はすぐそばに愛する者がいることを感じているわ。でも触れない、一つになれない。
苦しいほどの飢えと渇きの中で見えるのは敵の姿だけだから、戦う。どんなに傷を負っても、何度倒れても、起き上がって永遠に戦い続けるの。どう？素敵な仕組みでしょ。本当に素晴らしいわ。欲望の力というものは。違う！誰かにもう一度会いたい、手で触れたい、その感情を欲望などという言葉で汚すな。それは純粋なる愛じゃ。人間の持つ最大の力にして最後の奇跡。決して貴様のようなものがもてあそんでよいものではない。同じことよ、愚かなおちびさん。愛は支配、愛は欲望。その実態はフラクトライトから出力される信号に過ぎない。私はただ最大級の強度を持つその信号を効率よく利用しただけよ。お前が用いた手段よりもっとずっとスマートにね。お前にできたのはせいぜい無力な子供を 2,3 人籠絡する程度のこと。でも私は違うわ。私が作った人形には記憶フラグメントも含めれば300ユニット以上もの欲望のエネルギーが満ち溢れている。そして何より重要なのは、その事実を知った今、お前には決して人形を破壊できないということよ。なぜなら人形の剣たちは形を変えただけの生きた人間どもなのだから。ああ、そうじゃな。人ならぬ身の貴様だけを殺すために200年の時。なんて愚かな、なんて滑稽なのかしら。そこに存在する命なるものが書き換え可能。それでもなおそのデータを人間と認識し。いや、人だとも食い狙う。アンダーワールドに生きる人々は我々が失ってしまったし、笑い、悲しみ、喜び、魂の入れ物がライトキューブだろうと。ゆえにオッチャーが一つ条件がある。わしの命はくれてやる。あら、この状況で今さらそんな交換状。さっき言うたじゃろ、ひたす戦闘を望むならその哀れな人形の動きを封じながらでも。それほどの負荷がかかれば貴様の心。別に結果の分かっている戦闘ごときで私のフラクトラでもまあ面倒ではあるわね。その逃がすっていうのはこの閉鎖空間から今後永遠に手を出すななんてことなら拒否するわよ。いや、一度退避させるだけでよい。まあいいわ、私も面白い遊びを後に取っておけるしね。じゃあステイシア神に誓いましょう、おちびさんを。いや、神ではなく貴様が。ダメだ、これじゃあ俺たちの8年前と同じだ。じゃが、わしにそう。俺たちがやる。だから生きてくれ、カーディナル。私も騎士として司祭様を犠牲に。まったく、わかった、力を貸そう。僕にユージを。キリト、僕はアドミニストレーターに。まそれなのにその罪を償うこともって。キリトの言う通り、僕は再び。それだけはダメな。カーディナルさん、僕を。ユージを。僕らがここから逃げたらアドミニストレーター、その悲劇を防ぐためのシステムコール、リムーブコアプロテクション。良いのかユージを、元の姿。いいんです、これが僕の役目。そうだ、最後にこれだけは。最高司祭に金属の武器は届かない。そうだったのか。それじゃあお願いします。ダメだ、だってもし元に戻れなかったら。いいんだキリト、そんな。よかろうユージよ、我がキリト頼む。ユージ、分かった、
カーディナルが待ってください。私と大丈夫だ、俺たちなら。しかし私にあなたと友情のようには戦えません。それな、これはどうした。声が聞こえ、声、記憶がなくとも今日だからあなたは戦え。彼女、いいでしょう、キリ。彼女の言う通り、記憶がなくとも共にソードゴーレムへ。ああ、本当に綺麗だ。己リセリス、余計な真似を。術式を模倣しようが、そのような貧相な剣一本で私の殺戮兵器に対抗できるはずもない。つまらない悪あがきをしてくれるわね、ちびっこは。せっかくの楽しい記憶に傷がついちゃうじゃないの。でもせいぜいプロトタイプを一つ壊すくらいが限界だったってことよね。あんなものこれから何百何千個と作れるんだもの。あら、まだやる気なの、ボーイ。隙間をつついて私の人形を崩したくらいで
ずいぶんと強気じゃない。ユージ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その開口の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さん、ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さん。膝をつけ、首を差し出せ。教授せよ。違う、あなたはただの三奪者だ。世界は、そこに生きる人々を愛…愛は支配なり、私は全てを…
よもや剣が意外、まったく意外な結果だわ。ここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。もう終わりだ。認めぬ。私はこの世界の支配者、最高司祭アドミニストレーター。この私に死などありえぬ。絶対に認めるわけには。アリス、カーディナル、お見事でした。俺たち、うむ、ユージオ、大丈夫なのか？キリト、僕は大丈夫だよ。よかった。そうだ、カーディナル、俺は、俺が落ち着くのじゃ、キリト。俺、お主らが守った世界じゃ。俺たちが守った世界。キリト、もしかして泣いてなんかないよ。大体俺、もしお前が死んだり、だから二度と一人。大丈夫だよキリト。それに君が僕と一緒に。当たり前だろ、いつだって俺とお前は一緒に冒険。これまでもこれからも変わらない。うん、そうだね。こうしていると毎晩一人で見上げた。ええ、とても美しい光景。世界は僕が思っている以上に小さくて。ああ、どんな時でも見上げればなんだかキリトの剣の輝きにも。そうだ、キリトの黒い剣、夜空の剣ってな。キリトとその剣ならできると思うんだ。夜空の剣。ああ、どうやらユージオには命名の才能があるようですね。おい、なんで最初から。ねえ、君たちはずっと、たとえ記憶を思い出せなくても僕は。ああ、思い出がアリスの記憶と一つになった時にも感じた。ええ、彼女アリス、不思議ですね。記憶はないはずな。ああ、あの星、なんだろう。ね、あれではないですか。あれとかあの星じゃ、俺たちはアドミニストレーターを倒し、ただ最終負荷実験を控えている以上。それでも人によって作られたこの世界は
人々の魂が悩み